あれ、あ、皆さん、こんにちは、鹿沼市議会議員の佐藤誠です。今日は3月31日です。市議会議員最後の佐藤誠です。今日まで市議会議員佐藤誠です。今あの木工団地です。もう夕方6時、近いんですけど、ここで最後の街頭演説、したいと思ってます。4年前にここで始めたのが本当に最初の、スタートです。 ここで4年前の夏に私が実現をしたい公約とその、気持ちを皆さんにこうお伝えをしたのが、このその佐藤誠政治のスタートでした。この原点の場所で、市議会議員最後の演説ここで、やろうと思いました。ちょっと情緒的に、なっているのはやっぱりそれはずっと4年間やってきた仕事を一回辞めるわけですから、そりゃそういう気持ちにもなりますよ。分かってやってください。いろんなことができたりできなかったりしました。そもそもあの時に佐藤誠絶対受からないって言われてました。でも政治のプロに気の毒ですけど当選しました。その後佐藤誠最年少で1期生で無所属無会派で、何もできないだろうって言われてました。でも図書館が改革されました。図書館東館が民営化されました。市役所の窓口業務の年中無休と夜8時まではできなかったけれど、印鑑証明とかは住民票とかはコンビニで取れるように今度なります。議員定数は、まあ、2議席しか減らせませんでした。あと YouTube で議会の動画みんなに見てもらえるようになって、少し政治に対して興味持ってもらえる層が増えたと思ってます。ただしできなかったこといっぱいあります。市役所の根本的な改革、それで財源を生み出してそれを人口を増やすことに集中して使うこと、市役所の改革を阻むものをぶっ倒すこと、やっつけることをできませんでした。それは私に力がなかったからだと思ってます。もっと大きな力必要だと思いました。その力は自分で勝ち取るしかないんだと、そう思っての県議会議員選挙への挑戦でございます。大義と勝機を確信しての立候補です。なんとか皆様の力をいただいて、鹿沼に大きな衝撃をもたらし、そして鹿沼に発展と、そして何より正義を、もたらしたいと思って、これからその原点に帰った初心を忘れない気持ちでこの最初の、場所で街頭演説、議員として最後の締めくくり、したいと思います。まずは、4年前、そして4年間皆様のご支援ご声援いただきまして本当にありがとうございました。またお会いしましょう。ごきげんよう。あれ、止まんねん。